戦うの？うっそ、マジで。ちょっと、いきなりだな、結構。危ない危ない危ない。OK、OK。え、強いぞ、結構、こいつ。おー、危ねえ。え、何何何。あー、怖い怖い怖い。うーわ。これやられんじゃね？あ、やばい。あ、難しい難しい。ちょ、待って。あー、メニュー開けないのか、戦闘中は。やばいやばいやばい。打撃。近距離当たんない、ユミ。あ、なになに？うーわ、こぼれてきたー。いいね。あ、近距離はちょっときついな。ヒットアンダーウェイで行こう。お、ああ、ああ、でもそんなに強くないの、攻撃自体は。よし、カウンター攻撃。あ、もうすぐ倒すぞ。あー、倒した、一匹倒した。よし。ここは必殺技で決めようかな。はいはい、アロー。ででででで。よっしゃー、倒したー。バック転マスターした。オッケー。あ、バックダッシュのレベルアップ版かな。すげえ。俺を弟子にしてください。え？開き直り早っ。どうもすみません。私たち双子の兄弟なんです。おお、双子ね。私はコロナ、あっちがバド。バドったら、いたずらばっかりしてるの。弟子にする。どうする？オーダーしてやってもいいかな？うん。あわわわ、なんて心の広いというか、なんというか。え？弟子になったのか？ああ、これでさっきの小さな魔法使いっていうミッション、クリアですね。かわいい、でも。よし。じゃあ、新しいアーティファクト出します。獣王のメダル。炎。どっちがいいかな。獣王か。獣王か。なんか、じゃあ敵倒す系かな？獣の王様を。ちょ、炎。ちょっと予想つかん。じゃ、獣倒す系がいいかな？まあ、どこに置こうか。よし、こっちにしよう。あ、すげえ。アーティファクトによって、このエフェクトが違うんだね、全部。あ、凝ってるね。いいね、いいね、凝ってる、凝ってる。ジャングル！ジャングル来ました。じゃあ、ジャングル行きましょう。ピエロみたいな。いいですか？今日はとっても見えたい、見えたい日です。あなたたちが、デュカ家を倒して、そいつの尻尾を持ち帰れば、わかりますよね。わかんねえよ。なんか田舎臭いやつだ。ああ、てめえは、てめえはどんくせえよ。そのくらいわかんねえのかよ。どうなるんだよ。オイラたちの借金チャラにしてくれってことだろ。なあ、子供親父。子供親父。口悪っ。私の名前はサザビー。ああ、めっちゃ微妙だな。借金もチャラではありません。ねえ、一重、わからんわからんわからん。すげえあんだな、借金。なんでオイラたちあんたの屋敷で、下働きしてただけなのに、そんなに借金が増えたんだ？お前は頭悪いな。騙されたんだよ、子供親父に。ふっ。騙したんではありません。あなた方は屋敷のものを壊しまくるからで。なしゃあないやね。
なんだこれ。泣くこと上司には勝てないって言うからね。そいつはどういう意味だ。デュカテ500匹捕まえりゃ借金チャラってことさ。デュカテっていうなんかモンスターがいるみたいですね。そいつを捕まえればいいのか、倒せばいいのか。この子供親父めっちゃ気にしてるやん、この人。かわいそうに。まあでも子供親父っぽいね。うん、そう呼ばれるのもわからないではないよね。草が動いてる。子供親父。あ、デュカテの尻尾1個2万ルクで買えますよ。2万ルクってことは相当強いんじゃないの。あれは今レアなんでしょう。ああそうなんだ。あ、道が熱い。あ、こっちは行けないか。あっ、え、なになになに、やばい、敵か、これは。あ、敵じゃなかった。妖精の国、2番近い場所、迷いやすいから気をつけて。ああ、RPG よくありがちな最初の迷いの森ってやつかな。いいですね、ワクワクします。迷いましょう、大いに迷いましょう。あれ、敵だな、びっくりした。おらおらおら、なんだ、なんだ、あー、くっついてるくっついてる。待て待て待て、やめろよ。めっちゃ火吹いてるし。ほらほらほら。ほらほら。よし。経験値が出ない。軽流意見を。何だ、軽流意見と。軽流意見って何だ。あー、道いっぱいあるね。これ迷うわ。宝箱発見。苔、苔、わざわざ苔を宝箱からゲットする意味は何ですかね。あ、行き止まりだ。行き止まりだ、こっち。行き止まりってことは、RPG の世界においては正解。やっぱり一つずつしらみつぶしにこう、行き止まりに行かないで、そのまま他の道進んであるとね、大変なことになったりするからね。あ、あの道具みたいになっちゃうね。なんだ、ゾンビ、ゾンビ。ああ、やめて。いけいけいけ。ほら。おお、骨骨だらけ。あ、経験値、経験値。経験値大好き。経験値大好き。きた。あ、お金30ルク。よし。お金もらえた、やっと。実況しながらだと、全然、方向感覚なくなりますね、これ。どっから来たかとかもすっごい忘れ、道に迷ってるの。あ、もうその通りです。人間は勘が鈍いのね。クスクス。いいぞ。熱くなる。なんかさ、なんでもない。ちょっと芸能人に顔似てんなと思った。この様子。工藤静香っぽくない。ねえ、どうでもいい。もっと敵と戦いたいな。あ、やばいやばい。あー、迷ってますね。あ、これ最初のとこじゃない？妖精が2匹いたとこ。あ、ほらほら。さっき下行ったんだよね。ってことは、一周したから、こっちかな？次行く気がしは。あ、わかるわかった。獣肉。獣肉っていうものか。獣肉っていうものか。音読みなのか、訓読みなのか。あれ、なんもない。あー、もうずーっと同じ景色。ずーっと同じ景色だから。あー、ここ分かれ道いっぱいあるな。こっちに行くのと、こっちの下にも行けるな、多分。
番近いとこが潰していこう。あ、こんなところが通れるなんて、あのトンカチにわかるかな？わかんねえだろうな。どこどこ？ああ。なになに？宝箱。うつろな瞳をしとく。なんだうつろな。なんかどっか、あ、ここが通る、ん？ここ通れるのかな？あ、やべえ。広い、ここ、結構。迷っちゃいますね。あ、あ、やばいやばい。あ、よし。あ、経験値取ろう。消えちゃうから。あ、やばいやばい。邪魔しようで。よしよしよし。とりあえず適当に道進んでみますかね。どこだここ。私の方に先行ってみよう。右を目指せばいいのかな。あ、敵だ。一発必中使うぞ。おお。おお、強え。強え、これ。いいね。必殺技で結構もう一撃死ぬんですね。おお、なんだ。こんにちは。あ、こんにちは。道に迷わないようおまじないしてあげる。おお、やった。うん。え、なんだこれ。これで道に迷わなくなったっていうのか。俺には全然変化はないけど、何人も。鋭い気がした。マップが表示されるようになったとかではないね。お、来た来た。こんなとこ見ちゃったっけな。まあいいか、行ってみれば当たる。ああ、右に行った。右に行った、追いかけよう。どこ行った、親父。置いといていた。この向こう、なんか怪しげな感じするぜ。あ、いいですね。ちょっと覚悟決めないと。お、ボスフラグですなあ、これは。こっちは何なんだ？デュカテの森だ。あ、敵いた。ああ、倒せきた。おお、ああ、やめて、やめて、やめて。あ、毒になっちゃった、毒になっちゃった。あ、やばいやばいやばい。やばい。回復しないとやばい。あ、やばいやばいやばい。回復どうやってすんの？おー、死んじゃった。やべえ。初めて死んだ。コンティニューすればいいのかな。ああ、ここに戻るのか。回復ってどうやってするんだ？バトル中は回復できないのか。よし、あさってのやつ、いなくなっちゃう。おっ！んやろ。まだ何も捕まえても見つけてもいねえようだな。デュカテは見つけてねえが、この奥になんかでかい獣が寝てんのは見つけたぜ。捕まえてみりゃ金になるかもしれねえぜ。何だって金になる？ちょっと、そっちじゃねえよ。人の話聞けよ。あ、セーブしときましょう。とりあえず。セーブ。よし、とりあえず。とりあえずこの辺にしておきますか。
では次回に続きます。またねー。